とうございます。ここからお知らせです。2019年の12月1日に日曜日ですね、14時から、東京都北区赤羽のモーツァルトサロンという会場で、青木さやか、山崎ゆり、ピアノデュオリサイタルが決定しました。実際これ2回目のリサイタルなんですけども、今回はごぼうとしてではなくて、やっぱりクラシック畑で生きてきた2人が真剣に音楽と向き合いながら一つのコンサートを作れたらいいなと思います。まあ、ですが、はい、あの皆さんにも楽しんでいただけるようなクリスマスに聴きたい曲を集めたりとか、あのポピュラーなクラシック曲を弾いたりとか、アクロバティックな連弾があるかもしれない。間に合うかな。頑張りましょう。練習頑張ります。ここのモーツァルトサロンはもともと東京音大で出会った2人ですが、このサロンを通してすごく仲良くなったからゆえごぼうも生まれたんですが、そんな、まあ、いわば聖地みたいなところなので、こんなところで演奏ができるなんて嬉しいねと思っております。一生懸命練習します。なのでぜひぜひいらしてください。チケットは下にリンクを貼っておくので、そこからご購入ください。もう実際は3000円ですが、前売りで買っていただければ売店に2500円、小学生以下も2500円で購入いただけるので、はい、よろしくお願いします。それでは本日も皆様良い一日をお過ごしください。2019年の1月じゃないですね、間違えました。